ところであれ、カズマさんはね、楽天の社員っていうことですけれども、はい、あの楽天にその入社するきっかけはどういうことだったんですか？そうですね、あの、まあ、去年もアジアパラでちょっと怪我をしてしまって、はい、でまあ、その時にこう自分の中で自転車もやっぱりこう怪我をするためにやっていたのかっていう、まあ、落ち込んでしまったんですが、あの、まあ、パラサイクルリング連盟の方から こちらの会社の方の紹介を受けて、またあの今の会社の方もその競技への再起も一緒に戦ってくれるという意気込みで言ってくださったので、自分もそこに一緒にやっていこうっていう自信があってきて、こちらに入社しました。普段はあのどういうふうな生活なんですか？その練習と会社に通う日とか。そうですね、平日は朝会社行く前にあの、うん、車庫に今ローラーが置いてるので、はいはい、そこで練習をして、うんうん、でまあ現在自分は6時間勤務なので、うんうん、会社で勤務して、うん、まあその勤務中昼休みとかちょっと時間あればあの車内にトレーニングジムあるのでそちらでストレッチとかして、うん、あ、なるほど。で、はい、帰宅後に今度家でワットバイクで、はい、練習したり、あと筋トレとかやってます。で週末はあの今修善寺にパラサイクリングは合宿所があるので、そちらに行って、まあ、トラックとか、うん、あとサイクルスポーツセンター内に5キロコースっていうロード走れるところがあるので、そちらで練習してます。会社にいたらこう社員の人から頑張ってるねとか、この前見たよとか、そういう励ましの声とか受けることありますか？あ、はい、ありますね、うん、あとあのやっぱり社内でも自転車好きな方がいらっしゃるので、うん、はい、その、まあ、自転車の話とかもお昼とか、うん、あったらしています。まあ、それがね、はい、会社でこう支えてるっていうのはね、うん、なかなかいいですよね。そうですね、やっぱりね、メダルを取ったらご家族と会社の人に見せたいってね、よくおっしゃいますけど、やっぱりそんな感じですか？そうですね、うん、あのやっぱりこう個人競技だけど、やっぱりそのメダルを取れるには本当に多くの方が関わってくださって、うん、支えてくださっているので、まあ、会社そして家族、またいろんな人に、まあ、見てもらえればって思います。ズバリリオでの目標は？そうですね、やっぱり表彰台の真ん中で、真ん中、はい、はい、ですね、やっぱりその表彰台の真ん中目指してみんなどの選手も出てくると思うので、うん、まあ、その正々堂々と戦うのはやっぱりお互い選手として大切だと思うので、でその中で表彰台の真ん中やっぱり狙っていきたいと思います。やっぱりパラリンピックの表彰台の真ん中は他の大会の真ん中とは違いますか？そうですね、4年に一度しかそのパラリンピックの表彰台の真ん中は味わえないので、そこであのやっぱり自分のピークとかモチベーションとか全てを4年に一度のその一瞬に合わせるっていうのはすごいやっぱり違うと思います。まあ、本当にね、はい、あのパラリンピックのね、逆に借りはパラリンピックで返せないのかもしれませんね。4年に1回だからこそね、全てをかけられると。いやもうすごく力強さっていうのかな、パラアスリートの力強さっていうのをとても今日は感じました。またリオに向かって、はい、頑張ってもらいたいですね、はい、応援してます、ありがとうございます、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。